今回の動画は埼玉県で可決されたこの埼玉県虐待禁止条例の改正について解説していきたいと思います。なんと、小学校3年生以下の子供が一人で外出や留守番、そういったことをするのを虐待扱いするというとんでもない条例になってしまいます。なぜこれが問題なのか。そうですよね。初めてのお使い、テレビ番組ありましたよね。 あれが虐待になってしまいます。虐待に当たります。そして一人でお留守番することも虐待ということになってしまいます。この虐待禁止条例、罰則はないというふうに言ってますけども、考えてみてください。もともと児童相談所が判断している虐待、その虐待の定義、 自動虐待を防止す、防止。児童虐待防止法と言われているこの4つの虐待。定義は心理的虐待、ネグレクト、性的虐待、身体的虐待4つありますけども、そのうちのこのジャニーズ案件、今、マスコミを賑わしていますけども、ジャニーズ案件はこの定義にすら入っていません。当たらないんですね、この定義に。ということは、 こういった初めてのお使いやお留守番が、この、ジャニーズ案件より重い。これと同等ですからね。おかしいと思いませんかいや、おかしいでしょ。なぜこちらのジャニーズ案件が入らないのに、こういった、テレビ番組でもやっていたいった内容が、虐待の定義に入ってしまうというのは、 あまりにおかしいんじゃありませんかと。しかも、今、この法律に基づいて運営されている児童相談所、あまりにも稚拙な動きで、各地でトラブルを起こしております。それをマスコミがほとんど報じていない。カンテレぐらいですよね。しっかり、この児童相談所の周りをめぐる法令のおかしさ、運用のおかしさをマスコミが追及しているというのはカンテレぐらいだと思います。 むしろ忖度して児童相談所を持ち上げるような報道しかしていないのが実態です。この児童相談所の判断で子供を拘束できると。しかもこの児童相談所の判断、児童相談所の所長以下、課長、担当、司法を理解できないレベルの人たちです。こういった人たち、司法を勉強している刑事訴訟法とかそういったものは当然わかりません。 どういったものを犯罪として扱っているか、そういったものすら分からない人たち、そういった子供の権利を軽視してしまうような方々が、調査目的、アセスメント保護というものを行ってしまうわけです。つまり、虐待の証拠がなくとも子供を収容可能にしてしまうという、とんでもない状況が今の児童相談所をめぐる法令です。しかも、 こういった児童相談所の判断の妥当性を審査する制度がない。証カは独自に作りました。しかし、ないために、かなりのトラブルを巻き,落とし巻き起こしています。しかも、子供が拘束されてしまってボロボロになって帰ってくる。こういったことが、稚拙な判断で行われている。その稚拙さを隠蔽できてしまう、今の制度に問題があると。と 特に千葉県はひどい。市川児童相談所はひどい。そんな声が上がっているのを皆さんご存知でしょうかこの虐待の証拠がなくとも子供を拘束できてしまう。収容できてしまう。劣悪な一時保護所に閉じ込めることができてしまう。これはもう世界中からおかしいと言われていて、え国連の人権委員会でも改善勧告、この児童福祉法第33条の一時保護、この 法令に基、この法令をそもそも変えなさいと。世界中からおかしいと言われている、むちゃくちゃな運用されているのが、この児童相談所を取り巻く法令です。それの、この虐待の定義と同じものに、初めてのお使いやお留守番を小学校3年生以下で入れてしまうことになってしまうのが、この埼玉県虐待禁止条例の問題点だと思います。 この児童相談所に介入できる、判断に介入できる制度を作って初めてこういったものを追加しても問題が起きないと思いますけれども、現状のこの児童相談所がおかしな運営をされているような自治体でこんなことを決めてしまっては、さらに児童相談所がトラブルを引き起こして、職員は、え対応に苦慮して、どんどん苦しめられていく。 ね、現場職員が対応しきれない。件数が多すぎる。それはそうでしょ。網をこうやって大きくしたら、どんどん扱う件数、軽微な、ほとんど虐待とも言えないような案件を取り扱わなければならなくなって、現場の職員が破綻する。これもう目に見えてる状況だと思いませんが、虐待対応件数の右肩上がり、こういった無茶苦茶なことをして増やしていては、それはもう自童相談所が、 対応できるはずがありません。もうめちゃくちゃとしか言いようがありません。このような問題点を正確にマスコミが伝えているでしょうかマスコミの役割はこういった問題点、今起きている実際の問題点を本来伝えるのがマスコミの役割ではないでしょうか議論を引き起こしている。それだけで済ましていては何も意味が ありません。こういった解説をしているのはおそらくタカさんだけではないでしょうか。虐待の対応、さらに児童相談所を疲弊させるような条例、こういったことをやる前に児童相談所の判断が正しくできるように、サポートできるように、制度を自治体独自で整えていくことの方が重要だと思います。児童福祉法は子供たちのためであれば、 何でもできるように裁量権を許している法律です。それを生かすも殺すもその自治体次第、その自治体がその強大な権限を隠蔽すること、逃げること、隠すこと、そういったことに使ってしまえば子供たちは苦しむだけです。そして本来保護すべき子供を保護しないということに繋がってしまいます。そして現場の職員だけが どんどん疲弊してしまいます。今のこの間違った制度を改革する。そのためにはこんなことを決めていては、先に決めていてはいけない。順番が間違っている。こんなことをする前に、先にこの児童相談所の判断、こういったアセスメント保護、この無茶苦茶な保護、この妥当性をしっかりみんなで話し合えるような場を作ることの方が重要だと思います。 個人情報保護の観点からといって全て隠蔽している。それでは意味がありません。助けたい。手を差し伸べている。その人を個人情報保護の観点からシャットアウトして関わらせない。こんなバカな運営をしている児童相談所をそのままにしておいていいんでしょうか。高田中さんはしっかりと子供たちを助けたいという人を参加。 させられる、そういった制度にしていくべきだと思っております。市川の、市川市内にある千葉県市川児童相談所、ここの運営ももっと改善して、本当に子供たちのためにやってほしい。2019年、市川児童相談所に配属された元職員が裁判を起こしている。その内容、これをもっと見ていただきたい。コール l に、 CALL4。このサイトに訴状が上がっています。この職員が何を訴えたいのか。なぜ、訴えたのか。子供たちのために訴えている。職員のために訴えている。この内容を見ていただければ、千葉県がいかに子供たちから目を逸らし、現場から目を逸らし、自分たちの保身のみに動いているかがわかると思います。この 埼玉県虐待禁止条例は、児童相談所の運営から目をそらす、とんでもない条例だということがよくわかると思います。それでは、皆さん、これ、しっかりと、えー、理解した上で、批判する、賛成する、理解した上で、お話をしていただければと思います。それでは、またみーちゃんです。この、 条例、大変なことになります。小学校の子供が、昨日ね、初めてお使いに一人で行ったんだよというのが先生の耳に入ったら、連れて行かれちゃうかもしれないということなんです。学校の先生が、念のため児童相談所に連絡しようって連絡したら、 調査のためと言って連れてかれてしまう可能性があるんです。お留守番も一緒です。昨日一人でお留守番できたんだよ、と明るく元気にみんなに自慢するように話していた子供が先生がそれを聞いて児童相談所に念のため連絡を入れておこうとそうなると 児童相談所の職員がその子を連れて行ってしまうかもしれないんです調査のためだと言ってそして何ヶ月も帰って来れなくなったら子供が苦しむんですこれが今の児童相談所が引き起こしているトラブルの一端です児童相談所が 本当に正しい判断をしているのかどうか、審査する制度、そして長期間拘束された子どもたちへの保障する制度、そういったものをしっかり作ってほしいと思います。それではまたバイバーイ。またね。タカさんの動画は切り抜き大歓迎。登録、いいね、拡散にてご協力お願いいたします。そうすれば、 この公務員による子供への傷つけ、それを助けることで多くの子供たちが救われます。5人保護マニュアル amazon で発売中です。よろしくお願いいたします。あなたのお子さんも些細なきっかけで調査と称しての長期拘束。千葉県ではなんと。 平均75日にに達すするというようよなな事態になっております子どもがこの千葉県の児童相談所の一時保護により深刻な精神的ダメージ心身ともにダメージを受けているという子どもたちからの報告もあります。